NHK から国民を守ると、比例ではこの N 国党ってところにね、書いてみようかなとも思うんですよ。皆さん選挙はもう決まりました。期日前投票されましたかね。自民党は拉致被害者を守ってくれませんでした。北方領土も守ってくれませんでした。おそらく尖閣諸島も守る気はないでしょう。ということはつまりですね、自民党の時代はもう終わって、 これからは自民党以外の新しい勢力に期待する時代が来たんじゃないかなと思うんですよ。そして、誰から何を守るのかなってことを考えたときに、最も明確なのが、NHK から国民を守るというこの言葉ですよね。古い頭の考えの人は、N 国党とか、令和新選組というと、なんだあそこは、みたいなね、色銘柄で見るでしょう。でもよく考えてみてほしいんですけども、これからの時代のことですよ。 20年先30年先にこの国にいない人がどう判断しようとそれはまあ過去の成功例なんじゃないかなと思うんですよ。令和新選組や N 国党はこれからの時代を生きる人のそんな政党だと思いますきっと今は邪道と思われる人もこれ10年経って20年経ったらあ令和新選組って時代を先んじていたんだなとかね N 国党ってこのためにやってきたんだっていうふうに まあ理解される日が来るんじゃないかなと思うんですよ私は N 国党で投票しようかと思いますね比例は令和この組み合わせじゃないかなと思いますけど皆さんいかがでしょうかちょっと新しい冒険そしてまだ見えぬ未来の日本へ政治をかけてみようかなと思うんですけどもねそれじゃあ失礼します